はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回は玄関先出たところに山芋のね、種と申しますかね、種でいいのかな、まあムカゴ言うんですけどね、それがこの台風来る前にいっぱいなっているいうことをね、ちょっと発見してしまいましてね、ちょうど良かったですね。今からちょっと雨風が多分強くなってくるんじゃないかと思うんですけどね、ちょっとね積んできましたというか、ちょっとね触るとポロポロと落ちるんですけどね、ちょっと取ってきました。とりあえずはですね、食べれそうな大きさ、ちょっとこれ小さいかなと思うんですけど、これより小さいやつもあったんですけど、それをちょっと選抜してきまして、まあなんとか 95g という形でしょうかね。大きいやつはですね、これぐらいのやつあるんですけどね、ちっちゃいのはもう焦げ粒みたいなやつもねありましたのでね、そういう極度に小さいやつはちょっと省いてますけど、一応 95g を取りました。はい、一応ねなんか大きそうなやつですね、選抜しまして、これぐらいかな、これがこの2つぐらいが一番大きいんでしょうかね。これがですね1個 1.16g、 17g かな、これが 1.05g、 これが 1.04g、 まあ普通に成長すると1個 1g ぐらいのができるのが正解なんでしょうかね。一応長さが 18.2、 直径がですね 8.9、 9.1 とかね、 9mm ぐらいでしょうかね。これをですね、今からご飯に混ぜてですね、炊いてみようかなと思います。はい、こんな感じで米2合を洗ってですね、このムカゴを入れたんですけど、本能的にちょっとねこの浮いてるやつ2個、これはなんかやばいような気がしますので、これはちょっと除外して、これで普通にご飯のスイッチを入れて炊いてみたいと思います。炊き上がりました。こんな感じですね、なかなかねいい具合に炊けてるんじゃないでしょうか。味と食感はですね、なんかやっぱり大豆豆類にね、なんか似てるような気がいたします。あんまり癖はないとは思うんですけどね、栗ご飯みたいな甘くはないですね。まあそこそこ食べれます。本日はね以上になります。ありがとうございました。失礼します。収穫量はですね、とりあえずまあ食べれそうな大きさのやつですね。ああ、やっちまった。